文化放送おはよう寺ちゃん Good Morning ニュースピックアップこの時間は月刊誌ムーの編集長三上武春さんに世界で起きている魔化不思議な現象についてお話を聞いていきます三上さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー大晦日ですよ三上さんああもうあっという間ですね,ねそうですね今年もねではまずこちらから 女矢の鐘に苦情。人間の煩悩が百八個と言われる由来は 今年も残すところあとわずかですそんな年越しの風物詩ジョヤの鐘に対してうるさいなどとする苦情が寄せられ中止したり時間を夕方や昼間に変更したりする寺院が後を絶たないと言われますそのジョヤの鐘人間の内側にあります108のこの煩悩をですね除くことを願って108回つくと言われてます、まあ、これはご存知の方も多いかと思うんですよねでこの人間の煩悩の数が108つあると言われるこの由来 諸説ありまして例えば人に感覚を生じさせ迷いを与える目や耳鼻といった六根が関係しているとする説え六根6つですねこれに「好き」という字「こう」 あと悪という字平という字これで三つあと情、えー、三随に争うのもですねあと染めるという字これで二つ、えー、かける過去現在未来これで三つすべて掛け合わせると百八になるという、まあ、この好悪平というのは人間の感情のあり方を表していて情、えー、と線というのは情、えー、は綺麗、えー、線はですね汚いという、まあ、こういう意味ですこの説があるんですが三上さん これれはどう思われますかそうですね、えー、これはの仏教の説話というかまあ教義ですね根本的なところで、はいえー、その人間がこうやって見ている世界感じている世界っていうのは幻である、えー、本質は違うところにあるそれに気づくことが悟りにつながるんだという中でもこの6「六根、はい」これごくごく簡単に言うとよく「 第六感って言いますよね、はい、第六感のうち5つはご存知の通り目鼻口耳、ええまあ、味であったりとか、はい、食感いわゆる五感、はいはい、でもう一つはその,おその感覚器ではないところでの,その認識の式、はいまあ、という言い方の,、はい、のある種の、まあ、超能力って言い方になっちゃうんだけどもそれよりも,もっと根本的な意識 ええ、なぜ意識があるのか何かを認識するっていうところの式ですよ、ねはい、これに合わせてこう6根であるという、はい、だからこの世界のすべてを見聞きする、はい、感じるっていうことが根本にあって。 ででそれを感じた時にこう、ね、いい悪いだとか、ええね、実際その信じるのか信じないかじゃないけどもそういう状況になるっていうことを、まあ、そのマドリックスで表したら百発になるよという、ええまあ、ある種の,その説話ですよね。こういういいのって、ねええ、結構こういろんな、ええ 説まあある種こじつけではあるんだけれども、うん、ある種の,その象徴でもあって、うん、百八つの煩悩と思うことによってですね百八つわからないけど一,一から百八つわか,からないけども、えー、その煩悩があるんだという思い、はい、まずそこに意識 えー、最終的にはそこからねまたですね人生の苦の総称であります「宿苦八苦」という言葉がありますけれどもこの宿苦八苦が関係しているとする説もあるということなんですね「宿 4×9=36」「八苦」「八七十二、これを足すと108つになるというこの説どうでしょう,そうです、ね、この「宿」っていうのはもう仏教の根本なんで人は悩むんだろうはい お釈迦様の最初にこう、ね、悩まれた時に、ええ、まあ有名な4つの門、はい、もも出た時に<え>、ね、あの病気で苦しんでる人がいて、はい、死んでる人がいたり精、ええ、老病死、はあ、生老病死。ええ、この4つの苦がここから逃れるためにはどうしたらいいのかというのが、はい、でもう一つこれに加えても4つのお苦しみっていうのがあって、ええ、これを足してハックなんですね。はー だからその四苦八苦って言ったときに、四つの区と八つの区が別々にあるわけじゃなくて。あの、四苦プラス別の四苦で。はい。はい。まあ、ここではね、こう、その分離して、まあ、あの、足し算みたいなことにはなってはいるけど。八苦の中に実はね、四苦は含まれて。いるってこと。っているんだけれども。なぜか掛け算しちゃってるってとこもあるんですけど。やっぱりね、こういうふうな、その三桁の数字に出すためには、こういうふうな。 マトリックスなんですかそんなです、ね、108のこの煩悩を除くことを願ってつく除夜の鐘これめぐっては近年うるさいという苦情が寄せられることが後立絶たないっていうんですが、まあ、そのために民事調停の結果ですね防音パネルを設置したり夜につかない例も増えているということなんですがなんかこれ聞くと、まあ、日本人としてなんか寂しいような気もするんですけど三上さん、これはどう思われますまさに煩悩ですよねああそか 煩悩、まさにこう、お茶屋の金が煩悩をね、炙り出してる。はい。もう、これは。ええ。で、これ、毎日じゃないんですもんね。一、うん、年に一回ですものね。うん、ええ。ぜひね、ええ、煩悩と向き合っていただきたいですね。そうですか。はい。さあ、続いてはですね、発売中、月刊ムー、一月号から、こちら。衝撃の説、地球は頭蓋骨だった。みかんさん。 あの私こうやって喋っておいて何な,なんですけど全く意味がわかりませんこれどういうことでしょうか地球は頭蓋骨だった、うん、まんまですねまんまって言われてもちょっとわからないんですよなんでこの地球が頭蓋骨だったんだろう皆さんこうやって地球ってこう見た時に大陸と海があると、ええ、で大陸と海の下にはですね地殻という硬い岩盤がありますよね、はいええ、その岩盤とその下にはマントルがあるんですけども、はい、その硬い部分ことを プレートっていうんです、はい、で近くとジョーブマントの一部でプレートで、ええ、プレートテクトニクスなんて言ってね、はい、それが動くと地震がみたいな、ね、だから日本4つのののプププレレレーーートトトででなんていう、はいうあすそございます、はい、このプレートの境界を描いたまあ世界地図って言ったらいいのかな、まあ、地形図って言ったらいいのかな、ええ、その地図とまあ言ってみればサッカーボールのようにですねこうプレートがいっぱいこう,こう張り付いてるような、はい、その地図と、ええ、頭蓋骨。 まあメルカトル図法でやるとこうね平面になっちゃうんですけども本当にこう地球儀のような形でそのプレートの境界が描かれてるこの状態をイメージしてくださいはいしましたなんか継ぎはぎのようになってるはいなってますねと頭蓋骨も実は一枚の骨じゃないんですねはあ縫合線ってこうあるあ,<ー>ありますはいでまあ顎はまあ外れますし、はい、実は何枚かの骨が組み合わさってできているですね、ええ、で これをね比較して並べたときにあれ同じじゃんと気づいた方がこれあのフェイスブックのですねええまあやられておりますですねこれ三重の方なんですけどね主婦の方でええ島田夏江さんっていう方が日本の方なんですかねなんかこう思いついちゃったらしいんですよあれ似てるっていうんでフェイスブックに上げたところすごい話題になっていわゆるバズってるんですええそうなんですかこれねええ ただね、ただ似てるだけだったら、ムーとしてもですね、これすごいのは、島田さんね、これ東洋医学を学んでいらっしゃると、あ、その女性は、東洋医学ってことになると、ツボってあるじゃないですか、あります。ツボ。でまあ顔にもたくさんツボがある、ね、あの目が疲れたらここ、のところね、ありますよね。で中でもこのこめかみのところ。はい。 はい、があるんですね、ええ、で先ほど言いました頭蓋骨のこめかみの辺りをこう見てたところ、ええ、あれ日本列島の近くにあるプレートいわゆる北米プレート、はい、ユーラシアプレート、ええ、それから太平洋プレートとフィリピン海プレート、ええはい、この4枚のプレートの境界に何か似てるな、えー、似てるなと思ったわけですよ。はい、でたまたまそこのボってなんだっけと思ったらそのボの名前が「太陽」っていうんですよ。 太陽、太陽、米神太陽ですか。でしかもその日本、え、ほら、日の元の国、太陽の国、日本、え、ね、ここでね、米神って二つあるじゃないですか。はいさ、左右ね。ね、え、じゃ反対側の、おおおお、はい、米神はどこかな。ね、これがなんとイスラエル。そうなんですか。イスラエルです。聖書の国。はい。 ええ、世界三大宗教の聖地エルサレムのあるはいイスラエルなんだもう片方が米メが日本人という大臣は民族的に兄弟であるって昔からよく言われてる、えー、二重ドソロンはいあれこれ関係あるんじゃないのおっとあそうですかほら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 ,ほら、えー、聖書の国へえ太陽とこっちの太陽がイスラエルの方も太陽って言うんですねやっぱり同じあの まあ創造主、はい、まあこの宇宙を作った神様って光の神様ですからはい。シンボルとして光、太陽。<ー>だからその太陽に見と見立てたそのシンボルマークもあるんですよ。えー、エルサルバにありますよ。あ、そうなんですか。そのマークが十六角形キッカモン。そうなんですか。ありますよ。<ー>そういうことなんです。で正面を見た形。えー、いわゆるインドが顔の方。 標準のこっちになるわけですね。でインドアタリックってこうなってるんです。下にこう三角形になってますね。でこう下に三角形になった両方の海がこうある。インド洋には右と左。はい。東洋にね。ここをね眼角頭蓋骨の目に見立ててこう見るといいですか。ここは大事ですよ。はい。頭蓋骨の中で一番高いところってどこだ鼻出っ張ってる。そう。鼻骨なんですよ。鼻骨はい。 だから今言ったインドア大陸をここ見て北、北ヒマラヤ。ほう。世界で一番高い。おお<ー>。しかもここの壺なんていうか知ってます。眉間。インドーっていう。インドーってんですか。インドですよ。そっから来てるんですか。なんかピタリすぎません。できすぎでしょう。できすぎですね。しかもね、はい、そこのこのヒマラヤ山脈の、もっと北の方。ええ、まあい,い頭蓋骨で。おでこのほう。おでこのほだ。と。ええ。 チベットがあるんですよ、ええ、チベットにポタラ宮殿というね宮殿があって、ええ、チベットに昔から伝説があるんですよはいチベットもしくはその北方の地底には理想郷シャンバラという国があるシャンバラ悟った利子っていうんですけど、ねはい、人たちが住んでいる理想郷が地底に存在する<え>地底にあるんですか地底に存在するというええでは頭蓋、はい、骨のこの額の 中何があるでしょう脳脳はがいっぱいこう広がってるからだけどその奥にここにね消化体っていう器官がある聞いたことありますよ第三の目実際に光感じるんですよ消化体がだから悟った人は第三の目が開くそれはこの頭蓋骨の奥にある消化体がまさにここは消化体がシャンパラなんですそうなんですか ほら全、すべて。なんか、どん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 あってって、気持ち悪いな。いや、だからね。ええ、これは恐ろしい。ないや、なんかもう、ちょっと粗探そうと思ったんですけど。大発見止まりませんね、これ。このね、島田さんのね、このフェイスブックの発見。もう、2021年。ムー、ええ、大賞ですよ。ムー大賞。ムー大,大賞ってあったんですか?。うん、ミステリー大賞ね。ええ、えなんか、ム、ミステリー大賞って言うと、他の文学作品に行きそうなんですけど。ムー大,大賞です。 そのぐらいなんかこうう衝撃度そなんです、ね、これねまだまだね分析していくとね<ー>すごい発見あると思うんですよね。はあだけどこの今ね日本先ほどおっしゃった「こめかみ」片方のこめかみで「太陽」って呼んでるとこの日本の存在っていうのは今その頭蓋骨の中でもかなり大きいですよね。そりゃそうでしょ こめかみですから太陽急所だからここそうですよねここは危ないですよボクシングのここやられちゃったらたそうですよねテンプルはこう <laughs> そうですねこのままガードし防御してますねボクサーはね、うんえー、大事なとこなんだよもちろん日本っていうのはいや,いやーだけどあのもっと壮大な話いくとですね宇宙と人間は本質において同じであり万物もまた等しいとムーにはあります これ宇宙と人間本質において同じなんですかこれね、あのーまあ、いわゆるその神秘層の中ではこう基本なんですね。はい、天にあるものは地上にもある。でその根本はこう人体であるとかね、ええ、で特にこれひな型っていう思想があるんですね。雛形雛形はひな型。地にあるひな型と宇宙の,この、ね、それはこう照合していると。ええ だから変な話、この人間の体そのものが宇宙の雛形であるみたいな言い方ですね。ええ、だから同じように、例えばそのこれは古神島の思想なんですけども、ええ、日本列島と世界の大陸はそのように対応していると。<ー>日本列島雛形論というのは。はあ、そういう論があるんですね。これは、ええ、例えばね、世界地図を見たときに、ええ、あ、 四国とオーストラリア大陸似てるって思った方って多分ね小学生の頃とかねいると思うんですよ、えー、形ねそうやって見るとアフリカ大陸と九州似てるな<ー>で漠然とユーラシア大陸と本州ってなんとなくで北海道と北米大陸似てるかな、はい、まあこれはちょっといくつかあるバージョンあるんですけども、えー、仮に南米が北海道からつながる青森県、はい、それから北東北の部分でこれをユーラシア大陸にちょっと つなげてやるとああら不思議日本列島そのほうだからその論が出てくるんですねこれはねええ、あそこの神秘主義の、ええ、世界でははい常識常識ですか常識もうしてやったりの友情山もちろんみさんいやーむーってすごいですねだから地球がねつがい骨であってもなん不思議ではないそこに行くんだ ええ、はい今あのお聞きになってですねもっとそのあたりを知りたいという方こんな驚きの話題が満載の月刊ムー1月号現在好評発売中です三上さんにはですね来週月曜日もう年改まりますけれども1月3日の朝5時台にもご登場いただきます三上さん今年もお世話になりましたありがとうございました来年もまたよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いします月刊ムー編集長三上健春さんでした以上ニュースピックアップでした。